え、マジっすか？何で検索したら出てくる？まあでも別に銀行口座で直の方が早いんだけどさ。LINE プラスペイ。LINE ペイ。LINE ペイで出てくる。あ、本当だ。無料通信アプリの LINE はクレジットカードや銀行口座と連携した新決済機能 LINE Pay を年内に導入すると発表した。年内ってもうすぐじゃん。年内ってもうすぐなんだけど。メッセージ機能と決済機能を一体化。実店舗や通販サイトへの支払いのほか、知人への送金も可能になる。つまりはカンパみたいなもんか。国内では、みずほ銀行、三井住友銀行と提携。クレジットカードがなくても、自分の銀行口座やコンビニエンスストアで最大10万円チャージできる。セキュリティ面では、LINE とは別の専用パスワードを利用。海外向けはまずクレジットカードの連携から始め、銀行への拡大も検証する。海外送金も可能にしていくという。会見では現金を持たなくてもスマホで LINE Pay を使って友達と割り勘ができるといった利用スタイルや、動画投稿などに課金するといった使い方を紹介した。手数料は業界最安値の予定だ。つまりは、取るってことか。手数料は業界最安値の予定だと説明だって。LINE は今までデジタルで閉じた世界観だったが、ライフをキーワードに、日常生活に溶け込むプラットフォームを目指したいと意気込みを語った。まあ、さすがに手数料ないってことはないよね。でも、業界最安値の手数料を目指すって書いてあるから。まあ、FC2 が30%だよね。で、YouTube も多分30%ぐらい取ると思うから、まあ、それよりかは低いってことかな。まあ、だったら、だったらさ、銀行口座直の方が良くない？ 銀行口座直の方が100%だしね。まあでもね、本当業界そういう風になってるよね。なんか、もうなんかそう、こう支援みたいなのが当たり前になってきてるよね。なんかカンパシステムみたいな。だネットこじきってなんか、もうみんな、今の時代でもネットこじきって言われるんだけど、もうそれが当たり前な、まあネットこじきじゃないしね、そもそも。カンパシステムだから。まあこういうサービスが支援システムが増えれば、まあネットこじきっていうのがこう当たり前になってきて、ネットこじきって言われなくなる時代が、まあでも、まあいいイメージないからネットこじきってずっと言われ続けるかもしれないけど、そういうのが、こういうイメージがちょっと緩和されて、来るところはあると思うんで、まあちょっと俺的には賛成ですかね。まあただ手数料取られるからあれだけど、普通に銀行口座の方がありがたいですけど。まあ、こじきとは言われるかもしれんけど、でもまあ当たり前になってきてるじゃん、もう。昔からあるじゃないですか、プチカンパだったり、ウェブマネーのカンパ、アマゾンの欲しいものギフトだったりとか、あと FC2 のやつとかね、ポイントのカンパとか、YouTube のカンパシステムとか、あれも全部現金だからね。だから、まあ、そういうのが増えることによって、こう、みんながね、だんだん追いついてくると思うんです。まだ、ネット、あ、ただのこじきだって思ってる人いるかもしれないけど、まあ、ある種の、こう、時代の移り変わりっていうんですかね。
そう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 。それがもう当たり前の世界になってきてるからさ。大手のね、そういうサイトとかがどんどん対応してくれれば、そういうふうなサービスに。そう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 。もう考え方が古いからな、ネットこじきとか言う人は。マジで。まあ、頭ではわかってるけど、嫉妬みたいな感じでネットこじきって言っちゃうんだろうけど。俺もう普通にこれネットこじきじゃないと思ってるからね。まあ、冗談でネットこじきだとは言うけど。ある種の、ある種の本当、ビジネスモデルだと思ってるし。いやー 結局そうなんですよ。金稼げればビジネスだから。結局はね。どんな形であれ、まあ、犯罪とかしない限りは、ビジネスやからな。世の中、こんなことを仕事、こんなんで金をもらっていいの?みたいな仕事なんか、あげれば結構出てくるもんだし、みんなが知らないだけで。LINE もなんかカンパシステム的なのが導入されるのか。まあ、ツイッターとかもね、やっちゃえばいいのにね、もう。ツイッターとかもそういうシステム導入しちゃえば。デジタルガレージ、はよ。ね。いやー。何このタグ。うんこするだけで金が振り込まれる放送ってタグなんだろう、これ。このタグ。パン粉多分ポジってるだろうな、放送外で。もうやめらんねえだろ、あの状況。何かしらポジってんだろう。あいつなんかポジってないと、ポジポジ病だから。なんかポジション持ってないと落ち着かないやつだから。まあ、どんなポジションを持ってるかは知らんけど。電話してまいし、出ねえんだもんだって。出たところで言わねえんだもん、今いくらかとか。あ、自分の放送でしか言わねえんだもん。多分フルレバーでね、取り返そうとね、してると思うよ。損してるかどうかは知らんけど。まあ、多分、フルレバーとはいかなくても、相当レバーかけてるだろうな。何かしらポジ持ってると思うけどね。そんな一週間ぐらいでなくなるんだったらさ、一週間かそこらでなくなるんだったらさ、むしろ、そこまでたどり着けなかった方が良かったよね。1500万まで。甘い蜜の味知っちゃったからさ。結局一週間かそこらでなくなるんだったら、むしろそこまでたどり着かなかった方が、なんかその、